とにかくお腹いっぱい。吐きそうなほどの満足感。整理がちょっと追いつかないけど、整理しだしたら話したいことがいっぱいですごい時間かかりそうだから、とにかく感動だけ伝えていくからね。はい、カタリ屋の白菜です。今回は2024年3月15日公開のデューン砂の惑星パート2見てきました。待ちわびたよね。延期もしてたよね、確か。 公開翌日に見てきて、このシナリオを書いてるのがさらに翌日なわけだけど、まだ興奮冷めやらぬというか、すごかったんよ。この満足感というか、圧巻圧倒される感覚をどう伝えるかなんだけど、ぜひみんなにも味わってほしい。この動画では解説とかはちょっと横に置いといて、自分の感情とおすすめ度合いを伝えていきたいと思います。 あどうしても叫びたいことがあって、それはラストにするんだけど、ネタバレを含むので、そういうのはちょっとという方は途中まででとりあえず劇場へ GO だからね。でもちょっと待って。今から見に行くよって方は、絶対に大スクリーンの音響のいい劇場を選んで。自分は電車で1時間かけて一番近い IMAX まで行ってきましたが、環境を整えて見る価値のある映画だから。 叶うなら、通常劇場よりも、アイマックスとか、ドルビーシネマで見てほしい。最初よ、特に1回目をそうやって見てほしい。地響きだったり、風だったり、劇中の世界観と迫力を体が受け止める感じ浴びるって表現がまさになんだけど、迫ってくる恐怖と、甲骨感のようなものを映像の迫力とともに味わってほしい。 パンフレットを今回も買っておりまして、パート1がこっちですね。作りも揃えてあっていいですね。えー、1よりもちょっと厚みがあって、相関図、用語集ともに掲載でいいパンフですね。価格は1000円です。まず言っておきたいことは、歴代最高峰。今後公開される作品をも凌駕すると思われる作品です。 自分今回、興奮で涙がこみ上げてくるという体験をしまして、多分初めて。感動シーンとか、お涙ちょうだいで泣いたことはもちろんあるし、類戦は弱い方だと自負していますが、映像の迫力だったり、音響で体が震えるだったり、そういったセリフもなく光景を見せつけられているだけで感動するっていう体験は初めて。でも、もう一回言うけど、 環境を整えてこその体感だと思うので、そこは妥協せずに、これから見る人には気合い入れてほしいです。ストーリー、話については解説している動画がたくさん上がっているので、そっち見てもらった方がいいと思うんだけど、パート1に比べて、わからなくてもいい話になってます。パート1はいわばアトレイですけど、 ハルコン連携のバチバチな話だったので誰がどういう立場にいて何を奪われて狙われて目的は何なのかみたいなのがついていけないと置いていかれる感じがあったと思うの特殊な用語とかも特にねパート1当時はまだ映画動画本格指導してなかったから動画として残ってないんだけど生放送の方で 公式とかで家系図とかが出てるだろうから予習して見に行った方がいいよって言ったんだけどその後見に行ったって人から予習の助言がなかったら自分は置いていかれてたと思うって言葉をいただきまして自分はパート1の前にデビットリンチ版を予習してたので流れをつかんでたんだけどちなみにリンチ版はポールが カイル・マクラクランだったからツインピークスを頑張ってみた私にはテンション高めに見れた作品でした。でも、<laughs> リンチ版を見てホドロフスキー監督がもしかしてこれつまんねえんじゃねえって元気を取り戻し劇場出てきて大失敗だーと嬉しそうに叫んでました。<laughs> ホドロフスキーのデューンというドキュメンタリーのワンシーンです。 ちなみに、ポドロフスキー監督とは、デューンを最初に映画化しようとした方で、癖が強いことで知られる監督ですが、資金が集まらず、分厚い計画書を残し、断念せざるを得なかったという過去があります。完成してたらね、どぎつそうよね。 しかし、今作パート2では、まあ紛らわしい表現というか、馴染みのない言葉がね、いろいろ出てくるので、ついていこうとするには、パート1見直すぐらいはしておいた方がいいかもしれないけど、とりあえず、その辺置いといて、というか、そっちのけで、映像体験を楽しめる映画です。パート1が割と原作寄りだったのに対し、パート2は人間味が現代風だし、性別の立ち位置だったり、女性の強さだったりね、 1965年の小説にこの感覚は研ぎ澄まして超未来 SF を描こうとしていたとて、と思うので、用語で助言するならば、クイザック・ハドラック、魔女が理想とする救世主。マフリー、フレメンが言う救世主。リーサン・アルガイブ、予言者。ムアディブ、ポールの別名であり、救世主の名として知れ渡る。 これ全部、ポールのことを指していると解釈していいです。まさか、ポールが救世主なのっていう、顔をまだ知らない立場から、救世主が現れた。時代が動くぞ。って、それぞれの団体が騒いでる感じになるので、聞き慣れない言葉が飛び交ってる印象ですが、大丈夫。ニュアンスでわかる範囲だから。パート1見た前提だけどね。不安な人は、ウィキにも用語集が載っているから、見てみてね。 今作で外せないのが、ハルコン年家、次期後継者、フェイド・ラウサーです。本来なら、パート1で出てきていいキャラなのですが、今作からです。原作ではかなり序盤から顔を出しますが、狂気を帯びた彼の演技は、主役を食う勢いでしたね。悪役のかっこよさがありました。リンチ版でもフェイドはもちろん出てくるんだけど、今作の方が断然かっこよくて、 作者の息子がスピンオフを書いているはずなんだけど、日本語訳が発売されているかが不明ですが、ハルコン年家の話にフェイドが出てくるなら読みたいし、オースティン・バトラー主演で映画やってほしいくらい良かったよね。ハルコン年家の描写はマドマックス4を思い出す感じですけどもね、みんな大好きよね、きっと。腐敗した近未来って意味では絶対描写の影響を受けてるよね。 マッドマックスといえばじゃないですが、風の谷のナウシカミは自分の中では強かったですね。7巻セットの漫画のボックスを持ってるんだけど、まだ実家に置いてあるみたいで画像で失礼しますが、虫を模した乗り物だったり、巨大な虫への異形だったり、逆輸入を感じるぐらい絶対影響を受けてるでしょう。そもそもナウシカがデュンの影響を受けているのは周知の事実だけども、 言葉をデザイン化したのは宮崎駿だと思うし、そこを実写化したのが今作って印象かな個人的解釈ね。どっちが影響側か微妙だけども、今作はマトリックス好きな人も見てて面白いと思うし、デューンの影響を受けた作品っていうのは多いんだけど、その根源の映像化の成功が今作初だと思うと感無量なわけですよ。 影響といえば、デューンが影響を受けたのが、アラビアのロレンス。と、知って、たまたま去年リバイバル上映を見てまして、動画にこそしなかったけど、なるほどね、って思ったね。もともと前後編の予定で、原作のボリュームから2本で時間足りるのかと思ってたけども、1本3時間と長編ながらも、パート2は若干駆け足感は否めずとも、成功だと思います。 そして、原作がジョジョ並みに、というか、ジョジョも少なからずデューの影響を受けたそうなんだけど、家絡みの話でね、血を引く者たちの話で、大きく分けて6タイトルあります。原作者がお亡くなりになっているので、完結はしてないんだけど、今作で砂の惑星編が完結となりますが、映画を見た方はお分かりでしょうが、何も終わってないんだよね。むしろ始まりとすら思えるくらいで。 丸く収めなかった理由と言いましょうか。続編計画中です。タイトルがパート3になるのか、デューン、砂漠の救世主パート1になるのか、まあ、英語表記、日本語表記問題にもなってくるけど、続くのは間違いないんじゃないかと思います。よって、自分はデューン、小説頑張って読もうと思うよ。 とりあえず、砂の惑星編、うん、買ってきました。えー、上中下三冊ですね。パート1上映の時は、旧世主以降の映画化予定がなくて、小説も再販されるのかが怪しかったので、手を出せずにいたんだけど、だって読んで面白くて続き欲しいなら、絶版のプレミアム本を探さなならんのは、きついでしょう。 でも順調に再販されておりまして、砂丘の子供たちまでは出てるのかな映画がどこまでいけるかわかんないけど、砂丘の子供たちまでがポールの時代の話になるので、ここまではやるんじゃないかと思うところですね。頑張ってほしい。ちなみに砂漠の救世主まではドラマ版で映像化やってるんだって。最後に叫びたいこと。アリア生まれん のかい私はアリアの幼少期を楽しみにしていたのだよ。デビットリンチ版でお気に入りだったポールの妹アリア。成長が早く劇中では7歳前後の姿で登場することを期待していた、生まれながらに強力な予知能力を持ち、無数の未来の全てが見えている天才少女。微笑むように、踊るようにポールへ未来を助言し、しかし、選ぶのはお兄様よ。 と強い目で口元だけかかかかすにに笑みを浮かべる彼女が見たかったっのに今作では結局生まれることなく母ジェシカのお腹の中から母を通して予言を伝えるような形に仕方ないのよわかるよアリアが生まれちゃうとジェシカの立ち位置がちょっと弱くなると思うからデュニ監督の主軸というかこれまでにもそしてこれからも描いていくであろうテーマが女性であり 母です。パート1から目を見張る主役を食わんとする、いやむしろ主役こっちじゃねと思わせる母ジェシカがパート2でなりを潜める予想はまずなかったからね。母が共母として権力の一端を担い、ポールの救世主への道を確実のものとしていく。そもそも母ジェシカは野心家で男児を産むと決めた時からの野望だったでしょうからね。 原作ではあくまでポールの父、レトへの愛ゆえに後取りの男児をみたいな部分も強いのかと思うんだけど、今作、劇中では黒幕と言ってもいいほどの迫力を帯びつつありました。でもさ、アリアの話に戻るんだけど、ポールの夢だったかな精神的等身大として、アリアの姿がワンシーンだけ登場します。 それは兄ポールと年齢差を感じさせない姿なのですが、あれはポールの予知夢というよりは、アリアが母のお腹の中からテレパスで語りかけてきたシーンだったんじゃないかと自分は解釈しています。故に彼女はお腹の中ですでに知的、精神的成熟を迎えようとしているので、あの姿だったと。にしてもキャスティング最高。アニャテイラ・ジョイがアリアを演じております。 自分、子役で登場とばかり思ってたから、キャスティングなんて考えてなかったんだけど、ドハマりよ。てか、そもそもアニャちゃんが好きなんだけど、あの顔がめっちゃ好き。めっちゃ好みなんよ。ラストナイトイン奏法でめっちゃ可愛いってなってから、ネトフリのクイーンズギャビンもたまらなく良かったよね。じゃあ、ウィッチは見たのって声が聞こえてきそうだけど、まだなんだ、ごめん。 でも、とにかく、アリアをアニャが演じた、演じるというのは、幼少期をふすっ飛ばすのを自分は許せる要因となりました。ということで、今宵はこの辺でお付き合いありがとうございました。多分もう一回は見に行く。吹き替えも見たいんだけど、ディスクも買うんだろうし、うん。来週は、ペナルティーループ。これ多分ホラーだよね、と思って見に行くんだけど、 霊界ラジオ映画レビューでは基本オカルトホラー関連を中心に語っております。新作映画の上映感がなかなか少ない場所からお送りしております。チャンネル登録、いいねいただけたら嬉しいです。シロのやる気に直結します。ではまた、シロラでした。バイバーイ。